ということで、モルモットのみんなも仮装したいと思います。まずはかのちゃん。かのちゃんはね、そうだね、何の仮装しようか。うさぎさんになろうかね。うさぎさんになろうじゃね。よいしょよいしょよいしょ、どうかしら。はい、じゃあうさぎさん、うさぎさんになりましたよ。じゃあ娘ちゃん連れてくるから、ちょっとここで待っててね。よいしょ。娘ちゃん、もかちゃんです。もかちゃん、そしたらね、かのちゃんとお揃いで緑のうさぎさんになろう。緑のうさぎさん、よいしょ。はい、お耳出すとか。よいしょ、オッケーオッケー。あ、かわいい。仮装パーティー、仮装パーティー。うわ、失敗です。振り落とされた。うわ。なんで今日こんなにみんな元気っていうか、荒れてるんだろうか。いつもみんな一列に並んでくれるのにな。かのちゃんごめんね。お耳がぐしゃってなっちゃってる。女の子はちゃんと来てるね。うさぎさん、もう男の子たち誰一人仮装してません。やっぱやだよね、人間以外服とか着るの好きじゃないよね。たまには可愛いから着てほしいな。結局最後まで仮装してた女子二人、偉い偉いよ。初めてハロウィンパーティーを開催しようとしたんですけど、ちょっと無理でした。10月の25日にスタバちゃんと極露くんに2歳になりました。イエイ。実はスタバちゃんと極露くんは5人兄弟だったんですね。でも普通モルモットって3匹ぐらいで生まれるんですけど、5匹も生まれちゃったせいで死産とかが多くてですね、もう見た時には1匹なくなっていて、玉露くんが生まれてました。でスタバちゃんはね、1回息が止まっちゃったんですけど、人工呼吸を行ったりマッサージしたりして息をね吹き返しました。奇跡の子なんです。でまあ結局その日のうちに3匹亡くなってしまって、今の2人が残ってるんですけど、だからね、みんなの分まで長生きしてほしいなと思いますね。スタバちゃん、あなた生き返ったのよね。ねえ、今年1年も元気に過ごせますように。バイバーイ。バイバーイ。